で、これ最初のやつちょっとおさらいします？のやつ。はい。ここやりづらい。そうですね。で、また、あ、ごめんなさい。あ、そうか、 B に行っちゃった。ごめんなさい、ごめんなさい。2回目も一緒ですね。 A マイナーからのやつですね。せーの。はい、お疲れ様です。今日は9月17日です。はい、とりあえずね、朝のレッスンが1個終わりまして、ちょっと空いてこっから午後のレッスンですね。今日はね、土曜日ということもありまして、わりかしレッスンが入っております。ただキャンセルもちょっと、ありまして、2つぐらいはなくなっちゃってるんだよな。で、はい、ちょっとあそこに今モニターが増えてると思うんですけど、昨夜ね、増設したんですよ。別にいらないんですこれ、あの、必要ないの、使ってない。だけど使ってないでずっと置き去りになってて、まあ使ってないよりかはいいかみたいな、一旦置いてみるかみたいな感じで、こいつのサブモニターとして、増設しました。いや、必要ないんだよね別にこれ、この画面だけなんかスクリーンセーバーみたいな、なんかつけておけんだっけ。下のやつはこれ出てこないのかな。こっちからしか出てこないの。そんなことないよね。マックって下からビヨンってこう生えてくるんだけど、生えてきませんね。そんなことないでしょ。別にこれどこの画面からもこう生えてくるよね。なんで？配置でもうちょいこんな感じにしてみる。いや、それでも生えてこない。まあいいけどねいい、別に。スクリーンセーバーみたいな。ああ、両方いっちゃうんだ。こいつだけできない。できないよね。あ、間違った。まあいいや。何を映しておいたらいいんだろう。これでいい？とりあえずいや、使わないんだよな。カレンダー、カレンダー出しとく。まあパッと見ていいよね、カレンダーあったら。こうしとく。じゃあまあ使いながら、はい。では、ブルームの編集やろう。ゆうべね、結構遅くまでイベントの DVD にするやつの編集をやっておりまして、とりあえずサンプルでね、こんな感じでどうでしょうかっていうのを太田さんに共有したんですよ。で、先ほど連絡が来ていい感じですねっていうことだったんで、まあこんな感じでじゃあ進めていきますねと、はい、連絡しました。目標は月曜日までに全バンドざっくり終わらせるみたいな。月曜日まで、まあ、うん、目標、はい。はい、レッスンが2つ終わりまして、次、本日ラスト、オンラインレッスンです。ウクレレですね、はい。いや、取りづらくなったな。今んとこそんなにこれ役に立ってないっすね。まあカレンダーがでかく映ってるだけで、まあまあまあしばらく様子見てみましょう。なんか台風来てるってセイさんが今日言ってて、ウェザーニュースで確認したらすごい、なんか
こんな19日あたりに来るらしいですね。結構てか、あの予想ってどうやってやってんだろうね。なんでこう来るみたいなの予想できんのこれね、不思議だよね。ウェザーニュース見てますよいつも。いいのか。いや、お腹空いたな。今日はね、もつ鍋やろうっていうことになっておりまして、もついただいたんですよね。もついただいたっていうか、もつ鍋のなんていうの、そのスープというかセットというか楽しみ。あと生徒さんにお土産でなんかサメだったかな、ももらってて、でそれも冷凍庫に入れてあったから一緒にね、あの昨夜から冷蔵庫に移してあって、それも今日味見してみようと思います。あ、そうだ、ビデオ撮って送るって言ってたやつ、これやってないな。しまった。レッスンの時これ上にあったらやりやすいのかな、もしかして。あれ、上に行かない。え、そうなの、行くっしょって。これはこっちが来るじゃん。じゃあ逆に行くじゃん。こう、え、行かないの。え、これは行く、これは行く、これが行かないの。え、なんで、なんでこれ行かないの。ほほ、ダメだ、行かない。どうなんだろう、上にあったら見やすかったりしない、変わんねえか。いや、変わるな。例えばこれとか、あとは、まあ、メトロノームとか、こういうのは上にあるといいっすね。だってここまで行かなくていいじゃん、喋ってるのはマイクからすぐ離れちゃうじゃん。それがこの程度でいいっていうので多分いいと思う。この辺は上にいていいんじゃん。レッスンカルテと曲直すやつ、メトロノーム、こういう感じで。はい、あれ、か、忘れてた。っていうかこの間のね、ケイちゃんの収録ここでやったやつ、あれでね、ケイちゃんが設定、これバッファーサイズすげえのにしててさ、1000いくつとか、今日すげえ違和感あって、あれなんでだろうと思ったら、そうか、レイテンシーすげえじゃんと思った。とりあえず128にしてあるんだけど、そんなもんだったっけな最初。こんにちは、すいません、いろいろと何度も何度も申し訳ありませんでした。でしかもあのビデオ送ってないです、すいません。チャカチャカの方ですよね、確かに。はい、こっちをミュートしてならないよっていう状態で、人差し指でチャカチャカってやるといいかな。はい、ちょっとこう力が入っちゃうと押さえたことになっちゃうので、完全に、はい、触ってるだけみたいな感じでミュートして、まあこういうのブラッシングって言うんですけど、はい、で A マイナーか、なんか A って書いてありましたけど、はい、これ A マイナーですね。はい、で問題は次ですよね。チャッカで、それがもう次の始まりのタですね、今のチャーンってやつは。今2回目の入り成功しましたね。こうやって見るとなんかグワーってなってて分かりにくいんですけど、なんかこれが一つの塊というかブロックっていう風に見るとよくて、これを2回やるってことですね。本当はこういうリズムの書き方はしちゃいけなくて、その16部を変なとこでくっつけてる書き方だから、上の書き方そうが正解なんですけど、でも中身はこっちの方が分かりやすい。ゆっくり やってみますか。あの私繰り返してるんで、画面こっちの方見やすいですか。あれ切り替わってない。あ、楽譜が見えてる。あ、なるほど、これ今真っ黒になっちゃいます。そうですよね、僕が真っ黒になってますよね。ほい、真っ黒になっちゃう。あれ、すみません、一回遠い方は見えてるってことですよね。これこっち出ない。なんでだろう。まあいいや、これ後で考えよう。
はい。せーの。おい。うわ、めっちゃ曇りました。ニラだね。ニラしかです。うん、まあでもシャキシャキしてて良さそうじゃない。ちょうどいい。食べましょう。食べましょう。はい。